エレン遅いね。ミカサ今日朝一緒じゃなかったの？ええ。まさかまだ寝てたりしないよね。さあ、僕てっきりミカサが起こしに行くと思ってたよ。私が？だって君とエレンって深い関係だし。そうね。何か聞きたいことはあるかな？悪魔って何なんだ？マオちゃんはどこから来たんだ？これからマオちゃんをどうすりゃいいんだ？ふむ、悪魔はね、人間とはちょっと違う感じ？マオちゃんが来たのはあっちの方かな？全然わからない。ような出会いゼロから始めよう。焦りは禁物。バールス帝国は同盟国として関係を築きつつ監視を行っていく。この2つがナザリク地下大墳墓、そして建国されたアインズウルゴン魔導国が外に打って出るための戦略展開の第一段階となります。ご苦労アルベド。アインズ様、どうしたデミウルボス？失礼ながら進言のご許可を。許そう、言ってみるがよい。いや、そんなことはいいんだよ。ミカサ、なんで朝起こしてくれなかったんだ？だって男子宿舎に入って噂になったら困るし。なんだよ噂って！大きな声出さないで。俺は今日も起こしてもらえると思ったから。じわ。エレン、泣いてるの？泣いてねえよ。お待たせ。あ、あら、ナルのアバター可愛いわね。アナちゃん、アバターもエロかっこいいよ。スクショ撮ろう。スクリーンショットを保存しました。お前、それ課金コスチュームじゃ。大丈夫よ、無課金だから。これからどうなるんだろう。おやすみ。誰かと一緒に寝るなんて久しぶりだな。あったかい。あ、猫の手があった。さすが知能の高いコウマ族は理解が早くて助かるよ。ですが、私はそこでひとまず押すか押さないかといえば、押す女ですよ。おい、こらあ、え、そうですか、ないですか。ごめんなさい。おかしないですか。来た。里は今、物資不足なんです。物資ないですか？物資っていろいろなもののことです。物資ないとどうなるです？あれて死ぬのだ。その死に方って斬新。一味違っていいかも。オリジナリティあるです。流行るかもです。酒弁？コンビニ弁当？ねえ、コンビニ弁当って何？
聞こえてるよ。そうだよ。どうしたのゆうなちゃん、お腹痛いの？お腹が痛いんじゃないならどうしたの？こんにちは、失礼します。今日からここで俺たちも仲良くさせてもらいたいんだけど、先生は？入って、終わったか。何すんだ。味方の落ち着け、モモセ。私も MP 残り少ないわよ。撃ったもんな、俺にな。どうしましょう。要はノーダメで倒せばいいんだろ。できるもんならやってきてよ。オッケー。ああ、なんだよ、めんどくせえな。ギャラ出るんだろうな、ギャラ。アズニャ、よろしくお願いします。あずき、よろしく。では、鈴持ち猫の強靭な意志、兄様もとくとご覧あれ。はい、ここに猫まっしぐらな油テラテラの大トロがあります。普通の猫ならば本能的に飛びついてしまいます。もうとうの昔に哀れなる末路に突入しています。もうじき全滅します。長生きして。諦めない。一緒でええやないの。ああ、かわいいな。あ、そうだ。妖精さんコレクションボックスの完成です。ボタンは一つしかないぞ。二つあるものは二つあるんだから二つだろうが。君は頭がおかしくなったのか。貴様に言われたくないわ。ねえクッチ、今忙しい？割と忙しいかな。幼稚園の中探検してきていい？ああ、いいぞ。わかった。ねえ、コウメちゃん、ヒーちゃん、幼稚園の中探検しよう。探検？いいの？ツイッチーが行ってきていいって。早く押し止まえ、命令だ。べいねいだぞ。ああ、すさまじきは宮塚へ。命令一つで人権と理性が無意味になろうとは。もう好きにしろだ。どっちも押してやる。ああ、押してやるさ。その結果ここにいるわけだが。違う、エレンが。あ、うん、俺は別にどこも悪くねえよ。エレンがあんなに長い話の間立っていられるか心配で。どんだけ貧弱と思われてんだ俺は。あんなもの巨人を倒すための訓練と思えば何ともないぜ。俺は戻るぞ。